のタイコールミーです。本日はウィガーデン夏服コーディネート対決。今回のテーマはこの夏男性にしてほしいファッションコーデです。男性なんだね。そうなのよ、男性なんですよ。そう、自分たちのではなく男性の方の、ね、コーディネートをみんなにしてもらおうかなって思ったんですけど、どうですか。弟います。弟いる。1個下で高校1年生なので、近い、ね、ちょっと等身大な感じのを、ね、選べるのかなって。確かに、はい、期待ですね。これは、ちなみに金額は全身で1万円以内で組んでいただくんですけど、勝者は店員さんに決めていただこうと思います。それでは早速選びに行きましょう。ついに始まりました、ウィゴーの服対決ですけれども、ここがメンズですかね。でも T シャツとかよくあのメンズ T シャツとかを買うことが多いので、やっぱ T シャツかな。どれなんだろう。可愛い靴下発見しました。猫靴下見えますか。猫ちょっとじゃあこれを取り入れていきたいと思います。夏コーデなのでやっぱり半袖かなとか思うんですけど、男性の好きなコーディネートはパーカー男子がすごい好きなんですけど、でも夏だとパーカーは着れないので、ちょっと今回は自分の好きな着てほしいなって思うコーディネートを頑張って見つけたいと思います。はーい、小木です。これはなんか古着コーナーで見つけたんですけど、シャツともう一個シャツ、こっちはちょっとシア感がある夏っぽい薄手のシャツが2個候補で、一応今もいいなって思って手に持ってるんですけど、古着大好きなので今日のこれも古着です。中は違うんですけど、オーバーオール、これ多分男女兼用サイズみたいな感じなんですけど、可愛いんですこれ。はい、それではみんなが何の服を選んでいるのか見に行きたいと思います。じゃあさややん、はい、どうですか。え、難しすぎてどうしよう、うん、お兄ちゃんはいるけどお兄ちゃんに服選んだりとか全くしないから、うん、コンセプトはさどんなのにするの。映画デート。映画デート、え、めっちゃいいじゃん。映画デート、うん、なんかそういうアクティブなのが好きだから、うん、アクティブなのにも対応できる感じのにしたい。今見てるファンの方は、せいやんがどんな服を選ぶのかめっちゃ気になってると思う。本当にどうしよう、うん、え、待って待って、好き、どうしよう。大好きじゃん、せいやん。ラブライブ、ラブライブ大好きです。すごい、コラボの T シャツ着てる。どう、コラボ T シャツとかどうですか。こう欲しいな。ダメだよ、これがいいな。今日はせいやんの服じゃないよ。かわいい。え、アホ、なんか入ってる。私もうね、ほとんど決まりましたよ。ええ、決まったの。じゃあね、また戻ってくるかもしれない。ありがとう、頑張ってね。バイバーイ。ちょっとライバルが早い。どうしよう、どうしよう、どうしよう。こんにちは。こんにちは。安心したい。今ね、一人だったからね。一人だったの。どうしようって。一人でずっと選んでたの。かわいい。何買ったの。今選んだアイテム、選んだのどれ。一つ目は、こちら。こちら何、靴下。靴下。猫が可愛くて、猫ちゃん選んじゃった。可愛い。可愛いでしょ。めっちゃ可愛い。え、なんかさ、今日選ぶのにこう、うん、コンセプトみたいなのがあったりする。コンセプトは、うん、じゃあ高校2年生の夏期講習、夏期講習、あのお勉強で夏期講習に試食でみんなで集まった時に、うん、なんかあ、おしゃれってなる服いいねにします。いい、ね、なのでちょっと高校2年生らしい、うん、なんかちょっとね上級者っぽい、うんうん、の大人っぽい感じの服、うん、を選んでるの今、はい、いいね、高校生は必見ですよ。なんか、あ、あ、なんか入ってる、なんか入ってる。なんで嫌だ。引き続き選んできてね、はい、バイバーイ、いってらっしゃい。ちょっとハニャのとこに、ね、突撃したいと思います。ベルトを使いこなせる方は結構おしゃれなのではないでしょうか。じゃベルトも入れちゃおうかな。ちょっと手当たり次第にいいと思ったアイテムを入れていくスタイルでいきます。じゃんじゃじゃんじゃじゃん。あらあらあら、来ました、見つけました。ありがとうございます。どうですか今は。なんか何個か、うん、待って、めっちゃハニャがさ私服で普段着てそうな色、そうなの、なんかめっちゃ可愛いなって思うシャツをね2枚見つけて、うんうん、
それに合うパンツとかを探してて、ちなみに、うん、今日のコンセプトは今日のコンセプトは、うん、でもやっぱり古着系にしようかなって思ってるから、うんうん、お買い物デートとか、お買い物デート、お買い物デートとかいいねな感じにしようかなって思ってます。いいですね、お買い物デート、はい、そう、ウィゴーさん古着あるんで、これ全部古着、すごいね、古着ね、かわいい、すごいよね。残り時間どのぐらいですか？残り時間が…やばい、急がなきゃ。13分だよ、残り。急ぎます、急ぎます、残り13分です。はい、急ぎますやばい。こういう、なんか、バケハつけちゃう、欲しいから50分、やばいやばい、どうしようどうしようどうしよう、この見てる場合じゃない、どうしようどうしようどうしよう、あと本当に T シャツを探してるんですよ今。残り5分、え、リュック欲しい、リュック欲しい、リュック欲しいけどお金がない、え、どうしよう。でもやっぱリアリティを出すにはこのものも必要なの、どうしよう、こっちの色も、あ、そうだ、終わりました。はい、ということでみんな選び終わったみたいです。選びました。どうですか、自信のほどは。チータンもうね、完璧です。完璧、この中の誰よりも、うん、絶対お題に沿った素晴らしいコーディネート、うん、来ることができたと思います。めっちゃ楽しみですね。気になる気になる気になる。それでは皆さん着替えてきてください。はい、今日は楽しかったな。うん、楽しかった。いっぱい買えて嬉しかったかな。あ、これだけ見ろ菅波。はい、じゃあ一緒に